試作型 M250 機関重用軽量三脚は M3 三脚を代替し M20 機関銃とマーク19自動的弾発射機の搭載用にアメリカ軍によって使われる三脚である。M3 三脚に比べて M205 は軽く一体化された横断支柱と行革を取れる機構でより早く正確な照準と射撃が行える。 M205 は 15.4kg と M3 より 7kg ほど軽くなったのみならずより強化されており、脚部の分散により M3 よりも安定した射撃プラットフォームとして機能する。M205 は2013年11月第一機講師団によって最初に使用された。M3 より軽量なことに加え一体化された横断支柱とより早い照準のための片手で、 操作できる、行革機構を備えており、脚部には地面に小さな穴を掘って安定させる、ため中敷が付けられている。M205 は収納される際には、長さ1.2メートル、高さ20センチメートル、幅30センチメートルにまで畳むことができる。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である。 アメリカ陸軍が作成したの次のウェブサイト https コロンスラッシュスラッシュ peosolder.army.mil スラッシュ newpeo スラッシュ folio201a スラッシュ pmsw スラッシュ pmcsw xm200 xml 本文を含むありがとうございます。